待たせてすまない。14人委員会の件とは別の重要な話があると聞いたが。ああ、あるとも。まさしく信じられないような話がな。私たちにしたのと同じ話をしてやれ。お前が何者で何を求めてここへ来たのか。週末の最悪。そんな。私たちは今のところ終末の現象の数々はデュナミスによって引き起こされているのではと考えています。そしてここでそれを最も熟知しているのはヘルメス、あなたであろうと。一方であなたが望んで終末を起こすとは思っていません。ですので私たちは糾弾するためではなく、その知恵をお借りするために来たのです。すぐに全てを信じるのは難しいかもしれませんが、この話を真実だとした場合の見解を聞かせてはいただけないでしょうか。ベーネス様、あなたまで。確かに二度の終末はいずれもデュナミスが作用したもののように思える。顕著なのは効果の現れ方だ。一度目の終末では創造魔法を暴発させ、再来した終末では人そのものを変異させている。この違いは両時代の人が有するエーテル量の差によって生じているのではないだろうか。前にも話した通り、エーテルが少ない方がデュナミスとつながりやすい。旧来の人、つまり自分たちは大量のエーテルを有しているためデュナミスとつながりにくい。そのため体ではなく行使する術の方に影響が出た。一方で未来の人は、本当に世界が分割されるのであればだが、分かたれた分だけエーテルが薄い。よってディナミスの干渉を受けやすく、自身の変化を引き起こされたと考えられるだろう。ただそうなのだとすれば、真に注目すべき点は、憶測でもいい、言ってみろ。真に注目すべき点は、絶望や恐怖、負の感情によってのみそれらの現象が引き起こされているという点だ。デュラミスは思いによって作用する力だから、こそ作用を受ける側と仕掛ける側が同じ思いを抱いていれば聞きやすくなる。つまり終末は星の循環不全などではない。何者かが負の感情によってデュナミスを動かし、アーテリスを腐らせようとしていると。とんだ不届き者がいたものだな。そいつの正体に心当たりは？週末は天脈の薄い地域から本格化する。君はそう言ったな。天脈は星の一番外側にあるエーテルの流れだ。もしもデュナミスを用いた侵食が星の外から来ているのなら、真っ先に食い破られるのはそこになる。
こんにちは。聞こえますか？私はあなたに敵対するものじゃありません。あなたの音を聞き、思いを感じ、考えを知りたいのです。どうか仲良くしてくれませんか？メッティオン、どうしたんだ？時間になりました。自我をシャットダウンし、共有意識に接続。私たちからの調査報告をお届けします。メディオン、しっかりするんだ。悲しい、怖いよ、寂しい、苦しい。どうして私たちこんな辛いよ。行きたい、行く、行く、行く。離脱した。いや、消えた。体内のエーテル量を調節して環境と同化する迷彩だ。異星で出会った相手が友好的でなかった場合を想定して使えるようにしていた。優秀。でもちょっとまずいね、これは。私にも見えないよ。お願い、来ないで。こんなの嘘、私の間違いだよ。だから。大丈夫ですか？メーティオンの声が。いえ、私には姿を消す間際の一言しか。言語によらずに心をつなげる対話術もデュナミスを用いたものなんだ。自分たちより君の方がつながりやすいのかもしれない。なら、お前は声を頼りにメーティオンを探せ。私たちも手分けをして探すぞ。どこまで肉薄できるかは怪しいものだがな。